こと小肉、手前、に寄り切られ、声を上げる稀勢の里写真を拡大大相撲の二所ノ関一門連合稽古が8日、千葉県松戸市の佐渡家岳部屋で行われ、左大胸筋の、低く鋭い琴奨菊の立ち合いに苦しみ、懐に入られると上体が伸び上がってしまい、攻め込まれる場面が目立った。回しが引けない相撲が続き、得意の右上手を取って勝ったのは一番だけ。稽古後には、まあ、やるだけ、大丈夫。また、これから、と話したものの、夏場所、13日初日、両国国技館、まで残り5日となっても調子が上がらず、不安は一向に解消されていない。7日の小車部屋での連合稽古に続いて稀勢の里の相撲を見た芝田山親方、元横綱、大野国、は、昨日と一緒。刺すのか、回しを取りに行くのか、突っ張りに行くのか、バラバラ。気持ちと体が噛み合っていない。自分を見失っている、と話した。さらに、仕切りで腰が後ろに出てしまっている。あれだと、立った時に受けてしまう。と立ち合いの問題も指摘した。小車親方、元大関、琴風、の見方も厳しかった。琴奨菊に、押させて試しているのならいいが、目いっぱいであれだと困る。早く攻められると腰が伸びてしまっている、と渋い表情だった。7日の連合稽古で左上腕を痛めた大関、高安、28イコール田子の裏部屋、は、この日の連合稽古に参加しなかった。